園の店長でしょうか。よろしくお願いします。店長磯野です。アッピーです。お願いします。こんにちは、 SP 娘のハイグレード土井崎です。永住産業神奈川営業所の中根と申します。今日はよろしくお願いいたします。こちらです。こんにちは。それではせっかくなので、磯野店長に屋上の魅力をちょっとお伺いしていきたいと思います。磯野店長は屋上のどういうところがお好きですか。そうですね、まずまあ、当然、ね、住宅っていえば、まあ、2階建てが一番多くて、その上は屋根で、屋根のあるお家でも当然こういろんな、ね、家族のストーリーが生まれてくると思うんですけど、まあ、屋上と屋根の違いってストーリーがもう一つ増えるって思ってるんですよ。昔のなんかドラマとかで屋根登ってね、なんか家族が集まって会話するなんて見たことありますけど、まあ、危ないんで。そうですね。はい、なのでやっぱり屋上っていうのは3階にそれぞれ上がるような感覚でそのまま出られるよね。やっぱり危険性がもちろんなく、でその上に上がってきたところで、まあ、第2のリビングというところで家族で思い出が作れるというところがまずすごく魅力だなと思ってます。まあ、まさにプラスワンリビングですね。そうですね、はい、で上に上がってきたときに、まあ、まずお客様に、まあ、見ていただいてですね、でやっぱりこうすごくいいなってこうまずは本当に見た感触で楽しんでいただくっていうところが一つと、でその後に大体やっぱお客様からこう不安な要素として雨漏れはとか、まあ、大雨はとか、それからメンテナンスはっていうか質問はされるんですね。それで皆さんがそれが同じように、でそのあたりをきちんとご説明するとすごく安心されて、じゃあ実際欲しいなっていう気持ちになってくると思います。その時に私がいつも話しさせてもらうのが、私がちっちゃい頃がですね、これは屋上の話じゃないんですけど、私の父がですね、前の誕生日の時に、その誕生日の日に2人で飲み行こうと、はい、っていう約束を昔から、ね、ずっと刷り込まれるように言われたんですよ、はい、で実際私の20歳の誕生日の日に父と2人でお酒飲み行ったんです、はい、その誕生日、それがすごく父が喜んでくれて、うん、でその誕生日の時も私からもちろん覚えてるので行こうかって話をして、はい、っていう思い出があったんです、はい、これ屋上でできたらいいなと思って、はい、なのでそうなんです。なのでお客様、ね、小さなお子様いらっしゃったりする方、それからこれから子供がね、お生まれになるとかお客様の人はそういうちょっとお話をさせていただいて、なので当然ご家族の中でリビングでお酒飲むというのもいいかもしれないですけども、でこう家族が楽しめる屋上でお子様が20歳の誕生日にここで一緒にお酒を飲まないかっていう約束をしたら、すごく成長と、それからお子さん自体も大人になるのですごく楽しみになるので、そんなストーリーをここで育みませんかという話をさせてもらいます。素敵ですね。素敵ですね。しかもまたその大きくなったお子さんがまたお子さんを産んで、はい、おじいちゃんからお孫さんまで、はい、もう皆さんのいろんなストーリーがここの屋上で作れそうですよね、はい、そうですね。おっしゃる通り、まあ、従来の住宅とかっていうのは30年で建て替えをしなきゃいけないとかっていうのもありますけど、アート条件の住宅ってのは75年とか、もっと100年近く持つような長寿命住宅になってますので、子供だけじゃなくて孫にもそんな約束が、うん、できるかもしれない。確かに、はい、本当にね、長い目でずっとこう家族が楽しめる思い出をどんどんこう蓄積できるのが、このヤマトの提供させてもらっている屋上と住宅かなと思います。こんな屋上の使い方あったんだっていう使い方、はい、っていうのはなんかこうお客さんから聞いたりっていうのはありましたか、はい、仕事に行く機会が、階段通勤をやっぱりこう減らしてリモートワークが増えたっていう中で、
屋上で仕事してると。おでお子さんなんか、まあ、最初の頃はまあね、学校がちょっとね休校になったりとかなりましたけど、その後の学校始まった後はもうそのパパがですね屋上に行って、はい、そこで仕事をして、はい、すごくねはかどるって言ってました。あ、確かに家の中にいるとテレビの音とか、はいはい、お子さんが走り回ってとか気が散っちゃうかもしれませんもんね。そうなんですよ。なんでそういったところでやっぱり使い方がまた多様化したなってね思うところもありますし、あとはまあちょっとまあ一般的になるかもしれませんが、やっぱりこうご家族がね外に食事行けないとかっていうところでも、やっぱりここで朝のね、まあ、朝食食べたりランチしたり、それこそやっぱりバーベキューしたりっていうところで、いろんなこう時間に合わせて家族のスタイルに合わせて使い方が広く広がってるんだろうなとは思います。それこそ、バーベキューとかも、ちょっと準備は大変かもしれませんけど、はい、朝食パンを1枚ここで食べてコーヒーを飲むだけでも、はい、もうすごいおしゃれなカフェに来たような、そうですね、気持ちいい気分になるでしょうし ね、 ですね。本当にまあそういった食生活もそうですし、あとやっぱり一番はエンターテインメントの遊びの部分で、ここだったらそれこそ公園にわざわざ行かなくても、もうね、お子さんと一緒に例えば縄跳びで遊ぶぐらいでも楽しいでしょうし、まあ、あえて別に遊具が、ね、なくても、まあ、何かしらやっぱりこういろんなことができるようなスペースなので、これ屋上があるだけで生活が変わるっていうふうにすごく感じますね。そうですね、それこそお庭で同じような遊びをすると、はい、ちょっと目を離した隙に道路から飛び出していってしまったりとか、そういう心配ありますしね。そうですね。その辺でも、まあ、ある程度は目を離してても危険性は本当にないと思うので、そういった意味でもやっぱり家族が、ね、安心して使えるかなと思いますね。屋上の魅力たくさん聞かせていただいて、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。私たちもすごく勉強になりましたね、はい、じゃあ続いて私からお二人にちょっとご質問をさせてもらいます。はい、まあ、今回やっぱり永住産業さん SP 娘さんということで、まあ、YouTube を始めたと思うんですけど、最初の配信が2020年4月20日とかですかね、はいはい、だと思うんですけど、まあ、私も4月12日で、まあ、ある意味ですね、そうです、はい、YouTuber 同期でもうほぼ丸1年なんですけど、はい、YouTube を通してそういったまあ金属コースと屋上についての発信を始めようと思ったきっかけってね、ですね、そもそもその SP 娘を始めたきっかけ、一番大きかったのはコロナで、それこそ私も全国に出張が多い、まあ、部署だったので、はい、でもコロナで出張ができなくなり、ね、営業に行けず事務所にずっといるっていう日々が続いた時に、このままじゃいけないと、この屋上の魅力、その防水の魅力っていうのをもっといい形で発信していきたいって思った時に YouTube だっていうところで、YouTube を始めようと思ったんですけど、私とあとスタンダードまさきと、はい、エコマスミクは最初3人で始めたんですが、はい、この3人がちょうど福岡の事務所にいまして、はい、女の子3人ちょうどいるし、防水も3種類だし、この3人で SP 娘としてやってみようかっていうのがきっかけでしたね。なるほど、いいですね。3人の掛け合いとか相性もすごくいいですよね。スタンダードまさきはお笑い芸人みたいでエコマスミツはちょっとツッコミ担当みたいな感じなんですが、はい、ハイグレードとしては、ね、みんなこうまとめ役でもありつつやっぱりハイグレードなんで、そうですね、本当にこう、ね、バラエティに富んだ部分もあれば、まあ、こうきちんとした説明を自分のように伝える部分もあるので、まあ、結構良かったなと思ったので、会長さんのお家、はい、ね、行かれたのは、会長さんのお家がもう30年そうですね、はい、全然綺麗でしたね。もうすっごく綺麗でした。もうあれは本当に嘘偽りない動画だったんですけども、はい、私たちもびっくりするぐらいどこも劣化っていうところが見つからなくてですね、はいはい、であのベランダと屋上とあったんですが、こちらもここにいただくので、まあ、本当にそれを見て私たちも本当に安心できる防水だなっていうのは実感しました。会社さん自らやったり自社のやっぱり、ね、使い切るなとか防水やってらっしゃったので、はい、あれをすごく改めてすごいなと思いましたね。
はい、プロムナード屋上ですけど、お二人それぞれどんな点が好きかおすすめかっていうのをちょっと教えてもらっていいですか。いや、私のおすすめポイントは、はいはい、私すごくメンテナンスとか、はい、掃除とか、はい、めんどくさがりなんてあんましたくないタイプなんですよね。なのでそういった点で言うと、はい、こうスカイプロムナードはほぼ放置してても大丈夫、安心できる防水っていうところが、この面倒くさがりな私からするとおすすめできるポイントかな。はい、もうあのドレンのお掃除だけきちんとしておけば、はい、他は心配することないので、そこ大事ですね。はい、まあ、そこさえしっかりしてもらえれば、はい、もう面倒くさがりな方でも大丈夫です。OK です。ありがとうございます。阿部さんいかがでしょうか。ちょっとお酒が好きでして、酒いいですね。はい、昼間休日にこういった屋上に出て、はい、のんびりと寝転びながら、はい、寝転びながら、のんびり飲める空間あったらすごいいいなと思ってですね。いいですね。なんか例えばお家の中で夫婦喧嘩しても逃げ場所がここだったり、そうですね。できそうですよね。そうですね。なるほどですね。屋上に逃げて。鍵閉められないように気をつけます。やれなくなっちゃうもんね。そうなんです。で、まあ、実はですね、今日の撮影の前にまさにやられたんですよ。はい、鍵閉められちゃったんですか。私たち3人が上に上がって、ジミーさんが来て、あのね、あの皆さん揃いましたよって言って、お願いしますってガチャッと鍵閉められたんです。なんていうことがあるので、十分注意していただければ。確かに気をつけないとですね。はい。ね、あとね、余談ですけど、でも本当にいろんなね、そういった自分たちの趣味の延長でその屋上が使えるので、うん、私もやっぱお酒好きなので、うん、屋上で家を建てた時には、私も私妻と一緒に子供が寝た後に屋上にお酒一本ずつ持って上がって、そこでこうちょっと将来の話をしたりとか、そんなのできたらね、なんか家族でももっと仲良くなれるかなと思って、ね。仲良し夫婦の秘訣みたいな。いいですね。時間がこう調べると、夫婦の会話の1週間と合計すると30分というのが多いじゃないですか。短いんですよ。屋上上がってきたら自然的にやっぱり仕事ほど話し出せるような空気感、環境だと思うので、そういった意味でも家族の絆を深めるのが大事かなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、はい、でも磯野店長はそれこそ YouTube 4月12日に始められて、はい、もう今毎日投稿されてるんですよね。はい、そうです、ありがとうございます。いやすごいですよ。本当すごいです。本当に尊敬します。いやいや、とんでもないです。もうスタートするときに1年間毎日上げ続けるって決めて始めて、はいはいはい、で1年経った後は、まあ、週2日のアップに変えるっていう方法をなルールを決めたんですね。はい、そこに対してやっぱりこうお客様に家作りを通じてとか、また住み始めた方も含めて、まあ、いろんなこう情報提供ができるような、まあ、それこそこう NHK 的な情報発信 YouTuber みたいですね。はい、ちょっと形を取らせていただいて、はい、まあ、毎日ちょっと楽しんでます。もう大変っていうのはですね、ただの趣味になってるんで。はい、でも伊沢店長のようにたくさんあのすごい知識がある方がそうやって情報発信をしてくださると、皆さん、ね、お生産たちもすごくいい勉強にもなると思うので、ぜひこれからもいろいろな情報発信を続けていただきたいと思います。はいはい、ありがとうございます。はいはい、すごく楽しくお話ができました。はい、いや、ね、やっぱですお互い当然ですけども、屋上が好きなメンバーが集まってる、はい、なので話好きなんですね。はい、なので、まあ、ぜひまたいろいろ屋上についても情報共有していただきながら、はいはい、もうお客様も多くの方も喜んでもらえるようにやっていきたいと思って、はい、これからもよろしくお願いします。はい、これからもよろしくお願いします。はい、